70年代から80年代を代表する美人女優の島田陽子さん。その清純なイメージとは裏腹に、お騒がせ女優と異名をとっていたのも、記憶されている方も多いのではないでしょうか。先日、69歳で人生の幕を閉じた島田さんの波乱万丈の生き様を振り返りたいと思います。本名は出口八重子。熊本市の出身で、1953年5月17日生まれ、身長が171センチ、血液型は O 型。駒沢学園女子高等学校を卒業しています。3歳からクラシックバレエを習って、高校までバレリーナを目指していた島田さん。8歳の時、東京へ移り住み、中学1年で劇団若草に入団してからは、女優を目指したそうです。1970年の幼妻でドラマデビューして、翌年のドラマ続氷点での辻口陽子役で、一気に大ブレイクした島田さん。最終回の視聴率は、なんと 42.7% もあったそうです。それ以降は、引っ張りだこの人気女優となり、しかも、どの出演作も高視聴率を獲得。ちなみに、1974年の我ら青春での、単調ずるというあだ名の女性教師の、杉田先生の担当教科は、確か英語でしたね。当時、ナンバーワン青春派女優だった島田さんに、ハートをわしづかみにされた男どもは数えきれず、若くして成功した島田さん。その後の女優人生で、大きな転機となったのが、1980年のアメリカのドラマ「将軍」。ヒロインのマリコ役で抜擢された島田さんは、ゴールデングローブ賞のテレビドラマシリーズ部門で、主演女優賞を受賞する快挙を達成。夢の舞台ハリウッドで掴み取った。まさにアメリカンドリームですね。当初は、ジュディ・ヨングさんがマリコ役のはずでしたが、皮肉にもというか、1979年の伝説の名曲「魅せられて」が200万枚の大ヒットとなって出演を辞退したため、島田さんに白羽の矢が立った話は有名です。ジュディ・ヨングさんも悔しかったことでしょう。しかしそれは決して偶然なんかではなく、砂の器、白い巨塔、犬神家の一族などでの存在感のある演技と、意外にも流暢な英語が喋れたことが、幸運を引き寄せたのです。しかし、国際派の女優としての大成功の裏には、大きな影が潜んでいました。実は、NHK 大河ドラマをダブルブッキングしていて、最終的にドタキャンしたことで、NHK だけでなく、民放からも干された状態になった島田さん。プライベートでも、大きな転機を迎えることに、映画、花園の迷宮に出演したことがきっかけで、人生の歯車が狂い出した島田さん。なんと、共演した内田裕也さんと、不倫関係になってしまったのです。まさに、ロッケンロールな展開でした。しかも、ハワイでの密会現場をフライデーされた二人。とっつきにくく、破天荒な印象の内田さんは、妻のキキキリンさんから離婚を拒否されたにもかかわらず、自分だけで勝手に離婚届を提出するも、キキさんが無効を訴えて勝訴してしまい、離婚できなかったため、島田さんと結婚することはできませんでした。それにしても、よく共演した証券ではなく、なんで内田さんだったのでしょう。二人が結ばれたきっかけは、映画、花園の迷宮でのあるトラブルでした。島田さんのオールヌードをめぐって、どうしても承諾できない島田さんを、東映の幹部までが説得しに来たものの、膠着状態となった時のこと。その均衡をぶち破ったのが、他でもない内田さんでした。島田さんのホテルのドアに手紙が挟んであって、そこにはこう書かれていたそうです。裸になっても、あなたの品位は全く傷つかない。と、綺麗な字で綴られていたそうです。これで、ヌードになることを決意した島田さん。一緒に食事なんかをするうちに、
交際する仲になったそうです。特に島田さんのハートをぶち抜いたのは、雨が降りしきる中、東映の撮影所で島田さんをじっと待つ内田さんの姿だったそうです。当時内田さんは島田さんのご両親がいる実家に転がり込んで同居していたそうですが、面白くないのは島田さんの父親、大事な娘を不倫の相手にされた上に目の前で飯まで食ってるわけですから、腹渡に煮えくり返って当然で、とうとうぶち切れた父親は内田さんに手を出してしまったそうです。粗暴なイメージ全開の内田さんですが、意外にもやり返さずにただただ耐えていたその姿に、またしても燃えてしまった島田さん、意外にもいい人だったんだと思ってしまったのもつかの間、根底から覆す展開が待っていたのです。1991年都知事選にまさかの出馬をした内田さん、島田さんは反対しましたが、それでも方々から借り入れして支援をした島田さんの願いも虚しく、大方の予想の通り内田さんは大惨敗、数億円の借金を背負わされた島田さん、当然この借金が火種となって2人は破局、大きな傷跡を残すことになります。ロッケンロールのせいで転落人生が始まった島田さん、なのに一切内田さんのことを恨んでないのだとか、一流女優の意地なのでしょうか。 CM 出演なら1本が1億6000万円、映画のギャラは6000万円から1億円と言われた頃なら簡単だったかもしれませんが、世間的にも信用に傷がついてしまった島田さんは、借金の返済どころか税金すら払えなくなって、苦肉の策というのでしょうか。92年にヘアヌード写真集を出版すると、世の男たちが嬉し恥ずかしかった数がなんと55万部を達成。さすがは世界の島田ですね。さらには57歳にして借金返済のためとはいえ、今度はセクシー女優としてデビューした島田さん、 DVD を見た往年のファンの男たちにとってはまさに目ん玉が飛び出るほどのお宝となったのは言うまでもありません。しかしかつての金看板だけで返せるほど甘くはありませんでした。今も20年前に事務所運営費として借りた4800万円の返済が滞ったままという話もあります。内田さんと別れてから結局島田さんは結婚してないのかと思って調べてみると、実は1994年に結婚していたのです。気になるその相手とは、当時2歳年下のドラマの照明係の一般男性でした。しかし素直に喜べなかったのも事実で、どういうことかというと、またしても不倫の末の結婚だったのです。しかも相手には2人の子供までいて、マスコミからは略奪婚だと猛バッシングの中で結婚した2人。しかし23年後の2019年7月に突如離婚してしまいます。理由はというと、多忙のためのすれ違いだったとか、元夫には心から感謝しているという島田さん。内田さんの時もそうですが、別れても相手のことを人前で悪く言わなかったのはさすがですね。3年前から大腸がんで闘病生活を送っていたという島田さん、仕事を理由に手術や抗がん剤の治療は行わず、しかし7月に入って体調不良のため検査入院したものの、一時は退院かと言われた矢先に容体が急変、多臓器不全で帰らぬ人となりました。借金や離婚、それに病気だけでなく脳梗塞で倒れた母親を最後まで介護した島田さん、2人の実の妹さんとも音信不通で、お子さんもいらっしゃらなかったことから、最後は病院関係者に看取られて静かに息を引き取ったのだそうです。最後まで大好きなチェゲバラの映画制作のために活動していたそうです。
いかがでしたか？あなたはどう思いますか？一時代を築いた島田さんの活躍を思えば、寂しい気がしてならないのは、私だけでしょうか？島田陽子さんほど、誇り高き女優を、私は、見たことがありません。心から、ご冥福をお祈りいたします。合唱。